監督にとっての初陣ですが、どんな采配を振るんでしょうか。キックオフまであとわずかです。皆さんこんばんは。ご覧のように悪天候の中で行われるナイトゲームです。濡れたピッチがゲームにどう影響するのでしょうか。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。グループステージのこの一戦、これは見逃せない試合になるでしょうね。グループステージを勝ち抜くにはここも大事な一戦になりましたね。白熱した試合を期待しましょう。ここしばらく噂を独占していた選手が姿を現しましたね。やはり噂は本当でしたね。今シーズン限りで引退することが発表されました。長年クラブに貢献してきた選手ですから、引退を惜しむ声が相次いでいます。あと何試合出るか分かりませんが、できるだけ最後までプレーする姿を見せてほしいですね。こちらがホームチームの先発メンバーです。このチームのプレースタイルについて様々な意見があるようですが、守備が消極的すぎるとの声もあるようです。今日もそんな戦術になるのでしょうか。ラインを下げ、相手にボールをコントロールさせるイメージですね。逆に考えると、バイタル以外で好きにボールを持たせてゴールを守りきる自信があるという見方もできますよ。今日の試合に出場するアウェーチームのラインナップです。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。さあ試合が始まります。犬飼智也、小泉圭、チャンスにできるか。ボールは中の選手へ。クリアしました。コーナーキックです。ゴール前に入れた。決定的なチャンスでしたが、これはゴールキックになりました。ここからどうするのか。いいボールを送りたい。着実なビルドアップからチャンスを狙います。クロスが入りました。ここはしっかりクリアしました。足元でしっかりコントロールしています。福西さん、この試合はそのまま前に進みたい。何を狙うか。最後は1対1となりましたが、キーパーがスーパーセーブを見せました。よく反応しましたね。蹴った方もあれを止められるとは思わなかったでしょう。
ボールを入れました。攻撃は今一つ。町田浩樹、小泉慶、鹿島の攻撃です。シュートはディフェンスが止めました。このミスは痛い。相手にパスを出しました。三沢健斗、ボールはサイドの選手へ。綺麗なタックルです。現在この選手はサッカーファンの間で話題になっています。今シーズンで引退するという噂が流れています。事実であればクラブにとって大きな損失でしょうね。はい、中心選手ですから簡単に替えが見つかるとは思いません。どうなるんでしょうか。クリアして危機を出しました。カウンターアタックのチャンスです。カウンターのチャンスを生かしたい。カウンターアタックに入りましたがボールを奪われました。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。ボールが足につきません。ルーズボールだ。パスを回してチャンスを伺います。ボールを前に入れられるか。いい位置です。中にスペースがあります。狙える位置です。さあどうする。いいボールでしたがここはクリア。危険な位置です。緊張感が増してきます。ボールを守っています。ここはボールをダッシュしました。圧力をかけられます。さあカウンターを仕掛けるか。ビッグチャンスだ。ピンチが続きます。このボールはしっかり止めました。ここは味方を使います。ボールを前に運んでいく。激しいタックル。エリア内では危険ですよ。前に出しました。いい位置でカットした。中を確認したい。審判が笛を吹きました。この位置からなら直接ゴールを狙えそうです。いい距離ですね。ゴールを狙いそうです。このシュートは惜しくも入りません。コントロールされた素晴らしいシュートでしたがあと一歩でしたね。三沢健斗、素晴らしいスルーパス。オフサイドラインを超えてしまっていました。
うまく読んでいましたね。鹿島の攻撃です。入れば1点リード。これはシュートミスでしょうか。ディエゴ・カストロ。攻撃を組み立てられません。ここはよくスペースが見えていました。これは相手にパスしてしまいました。セバスティアン・ランキャンプ。サイドに展開します。縦に入れるタイミングを伺っているんでしょうか。弾きましたが、ここはプレーを切りたい。高い位置でカットします。いい流れで試合が展開していますね。得点の匂いを感じているのか、サポーター決めれば勝ち越し。見事なタックル、危機をしのぎました。事前の予想に反してまだ同点のままですね。チャンスらしいチャンスを作れていないことが原因でしょうか。明らかにチーム本来の力を発揮できていませんね。パスをつないできましたが、ここで奪われました。レオシルバ。いいスペースにロブを出しました。レオシルバ。ディフェンスが冷静に処理します。アントラーズが攻める。さあリードできるか。ナイスタックル。ファールをせずよく止めました。カウンタータックに入るか。パスが通ります。この人を自由にさせてしまっているのが今日の試合のポイントとも言えるでしょう。中に入れてくるか。見事なパスですね。ボールが相手に渡りましたが、まだチャンス。このカットは大きい。しっかりと奪いました。ディフェンスが冷静に対応。綺麗なタックルです。カウンターのチャンス、ここは決めたい。カウンターアタックが終わっていません。クロスのチャンス。クロスは中の味方に届かず。また通ります。ここの2人の関係が非常に光ります。今日のゲーム、セバスティアン・ランキャンプ。パスをカットされました。ボールを前に運んでいます。ポストに当たって入りました。
ポストに当たっていますが、ゴールの中に跳ね返りました。これはラッキーですね。別の角度からご覧ください。リードを奪ってチーム全体に余裕があります。監督の表情も少し緩んだ気がします。このパスはカットされます。裏も見えていたのか。いいところに出た。決まった。鹿島アントラーズのゴールです。映像が来ました。このスルーパスは味方をよく見ていましたね。見事な得点です。守備の裏をつきました。一瞬の隙を見逃しませんでした。素晴らしいフィニッシュですね。今日のチームの働きは監督としても満足のいくものだと思います。前半が終了しました。スコアは2対0。2点のリードでハーフタイムを迎えます。この選手、今日は調子が上がらない印象ですが、いかがでしょうか。今日はポジショニングといいますか、プレーする位置が良くないのでしょうか。チームメイトや戦術の問題かもしれませんが、この選手にできることはスペースを作ることでしょうかね。さあ試合が始まります。何を狙うか。最後は1対1となりましたが、キーパーがスーパーセーブを見せました。よく反応しましたね。このシュートは惜しくも入りません。コントロールされた素晴らしいシュートでしたが、あと一歩でしたね。これはシュートミスでしょうか。パスをカットされました。ボールを前に運んでいます。ポストに当たって入りました。裏も見えていたのか。決まった。カシマントラーズのゴールです。鹿島アントラーズがリード。後半のキックオフです。三沢健斗、サイドが空いていますね。相手ボールになりました。さあどうだ。仕掛けてくるのか。これはゴールキックになります。データで見てもこの選手の素晴らしさが分かりますね。攻撃に積極的になっていますね。ゴールを決めても貪欲にさらに得点を奪おうという意識が感じられます。
ディエゴ・カストロ。ゴール前、期待も高まります。ボールを回してチャンスを伺います。これはナイスインターセプト。しっかり見えています。なぜかシュートが入りません。このシュートは入ったと思いました。ドキッとしましたね。攻守の切り替えが大事です。ディエゴ・カストロ、これで点差は1点。試合がさらに動いてきました。相手の選手が近づいてくる前にボールを処理すべきでしたね。あんな位置で相手に取られれば失点するのは当然です。少し集中力を欠いていたんじゃないでしょうか。チーロ・インモービレですが、レアル・マドリードへの移籍が決まりました。これまで所属していたクラブはラツィオです。ええ、この移籍はチームに大きなインパクトを与えてくれると思います。サイドが空いています。いいところにボールをつなぎました。ディフェンスが奪い返します。タックルで止めました。スローインです。ミサオ・ケント、いいパスとは言えません。簡単にボールを失いました。セバスティアン・ランキャンプ、サイドにスペースが空いています。ディエゴ・カストロ、このカットは大きい。通っていれば大ピンチでした。レオ・シルバ、さあカウンターで一気に行きたい。ピンポイントクロスが期待できそう。このクロスはキーパーが簡単に処理しました。見事な視野です。パスをカット、いい読みでした。打ってきた。シュートのコースを読んでいましたね。タッチを割ってスローイン。クロスのチャンス、これはチャンスだ。鮮やかなタックル。プロフェッショナルファールでしょうか。カードもありえます。イエローカードが出ます。軽率なファールは避けたいですね。キーパーボールをキャッチします。ディエゴ・カストロ、これはカウンターのチャンスです。
ディエゴ・カストロ。ここから先の出しどころに苦労している様子です。このクロスはダメでした。いいボールを入れてきましたが、ここはクリア。ミサオ・ケント。鹿島の攻撃です。空いているスペースが見えたか。キーパーが軽く抑えました。何をしてくるのか。さあどうする。これはいいぞ。シュートだ。まだボールは生きています。ここはキーパーが抑えます。先ほどのシュートに比べれば簡単に処理しました。そうですね、あれは見事なセーブでした。自信を持ってプレーしていますね。ボールを失った。カウンターのチャンスです。敵陣へボールを運ぶ。ミサオ・ケント。危ない場面でしたがディフェンダーがカットしました。太田康介。サイドからの攻撃を狙います。味方がサポートに来ます。ボールを取ってサイドから中央を見る。カウンターのチャンスが巡ってきた。どこまでドリブルするのでしょうか。残念、ゴールはなりませんでした。素早くいい攻撃だったんですが仕上げがうまくいきませんでしたね。あわやというシーンでしたから監督もがっかりしています。太田康介。セバスティアン・ランカンプ。視野が広い。このシュートで追いつけるか。いいボレーでしたが枠に行きません。素晴らしいキックでしたがさすがに。コーナーを狙うのは厳しかったと思います。ディエゴ・カストロ。セバスティアン・ランカンプ。ゴール前、期待も高まります。無理をせず着実にボールを回しています。ボールを大きく押し出します。ここはカウンターのチャンス。ここからどうするのか。落ち着いています。苦しい試合ですがホームのサポーターの歓声は大きくなっています。選手たちにもよく聞こえているはずです。このまま黙って負けるわけにはいかないでしょう。ディフェンスラインの裏を狙いましたがここは出し手との呼吸が合いません。選手の交代が両チームにあるようです。
長木亮太。相手ボールになります。勝負はまだまだ分かりません。しっかりキープしています。ラインを割ってスローインです。泉龍司、ボールをドリブルで運んでいます。チャンスにできるか。とどめの一撃か。クリアでしのぎます。危ない場面でした。長木亮太、クロスを出せるか。相手のチャンスをディフェンダーが潰しました。同点に追いつきたい。これが最後のチャンスになるでしょうか。クロスが入りました。このボールはクリア。クリアボールは再び相手に渡っています。泉龍司、またパスが通りました。今日はうまくつなぐサッカーをしています。これだけパスを崩してきた。これで3点目、ハットトリック達成です。映像が来ました。このスルーパスが通ってチャンスになります。見事な得点です。守備の裏をつきました。一瞬の隙を見逃しませんでした。素晴らしいフィニッシュですね。セバスティアン・ランカンプ、ディエゴ・カストロ、太田康介、ボールを取らせない。ドリブルで運びます。試合終了。チームはグループステージ初戦も勝利で飾りました。やりましたね。この勢いに乗ってグループステージを突破できれば理想的です。節以降も今日のようなサッカーを展開できるか注目ですね。さあ試合が始まります。何を狙うか。最後は1対1となりましたが、キーパーがスーパーセーブを見せました。よく反応しましたね。このシュートは惜しくも入りません。コントロールされた素晴らしいシュートでしたが、あと一歩でしたね。これはシュートミスでしょうか。パスをカットされました。ボールを前に運んでいます。ポストに当たって入りました。裏も見えていたのか。
決まった！鹿島アントラーズのゴールです。攻守の切り替えが大事です。ディエゴ・カストロ、これで点差は1点。試合がさらに動いてきました。これはチャンスだ。イエローカードが出ます。軽率なファールは避けたいですね。どこまでドリブルするのでしょうか。残念、ゴールはなりませんでした。素早くいい攻撃だったんですが、仕上げがうまくいきませんでしたね。このシュートで追いつけるか。いいボレーでしたが枠に行きません。素晴らしいキックでしたが、さすがにコーナーを狙うのは。これで3点目、ハットトリック達成です。